昨日、感染が確認されたのは、郡山市で13人、南相馬市が8人など、県内18の市町村で合わせて51人です。入院は164人で、うち重症は1人、病床使用率は22.3%です。県によりますと、これまでに県内で確認された新型コロナ陽性者のうち、ゲノム解析により、